はい、私の方から1点報告させてください。青少年に、拡大しやすい夏休みシーズンを前に、違法ドラッグに対して県の取り組みを強化をしたいということであります。県ではこれまで関係部局が連携いたしまして、青少年の健全な育成のための地域社会を作ってきたわけでございます。近年、違法ドラッグ、いわゆる脱法ドラッグでございますけれども、若年層の間で広がりを見せ、健康被害が深刻な問題となっておりまして、他の県の例でございますけれども、死亡事例も発生をいたしております。この脱法ドラッグ、違法ドラッグというのは、当然本人の健康を損なうということが一つでございますし、合わせて麻薬とか覚醒剤とか本格的な薬に入っていく、入門薬、ゲートウェイドラッグとやっておりますが、そういう、位置づけになっている。それで対策を講じてきているところでございます。ここにございますように、当県では救急搬送者数の、約9割が10代から30代までの若年層になっているということがあります。こういうことから、県では販売店に対する立ち入り検査と販売自粛要請と、それから商品の買い上げ検査と、それに基づく販売店の取り締まりを実施してきております。で、今年の3月ですが、薬物乱用防止の DVD というものを作成いたしまして、県下1351校ございます、小中高、それから特別支援学校、そういったところに配布をいたしまして、教育現場の啓発を充実しております。合わせて大学での講演会、カラオケボックスなど若者が集まる場所でのポスターの掲示といったところをやってきたわけでございます。改めてこの DVD、40分ぐらいの尺ですが、ご覧になっていただければと思います。この度、青少年が違法ドラッグに、広がりやすい夏休みシーズンを前にしまして、新たに違法ドラッグの販売店が集中いたしております。両政令市と連携協働いたしまして、まずは夜回り隊によりまして、街頭を回って啓発をしていく、お子さんたちに声掛けをする。2番目は、販売店の存在しております最寄りの駅、小倉駅、黒崎駅、西鉄福岡駅と、駅の中、駅で広告を打ちたいということで、ここにあります4部作でございますが、これを掲示をしていこうと思っております。ちなみに、ドラッグの販売店がここに書いてございますように、県下でいくと固定店が12店舗、それからネット販売業者5業者を把握しているところでございます。で、これらに加えまして、今年は昨年の買い上げ件数から倍増いたしまして、60件買い上げをやって取り締まりを強化をしていこうと思っております。これからも両政令市とタッグを組んで、青少年が違法ドラッグに手を染めないようにしていきたいと思っております。私の方からは報告事項は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。発表事項についてご質問があればお願いいたします。どうですか、これ。こういう留学とか、こういう呼びかけ出してございなさって、大変なことになるということであります。合法だよって言われて信じた。みんながやってる仲間から外れるよって断れなかった。それから1回だけならいいじゃないかと試してみたらやめられなかった。スタートになっちゃった。誰にも迷惑ない、自分だけの問題だろうって言われて、結局おかしくなって人を傷つけたり交通事故を起こしたりするということで、被害者にとってあります。よろしくございますか。では発表案件以外にご質問があればお願いいたします。はい、すいません。国土交通から1年が経ちますが、改めて今の現状を知事としてはどう思われているのかということと、今後の復旧復興に向けてということと、あと防災に対して、県民に対して改めて呼びかけることは
どういうところだと知事は思われていますでしょうか。お願いします。はい、まず昨年の豪雨、7月の豪雨災害から、1年が経とうとしております、経ったというか経ってなります。で、県が管理をしております道路河川といったものについての復旧状況でございますが、全体で470箇所被災箇所がございました。6月末時点でそのうち440箇所 94% について復旧工事に着手をしております。で、そのうち207箇所が 44% ございますが完成を見ております。で、今週の8日でございますが梅雨明け宣言になりました。現地では復旧工事を本格的に今再開をしたところしておるところであります。今後台風といった、それから台風、それから集中豪雨とかゲリラ豪雨、そういった可能性もございますので、改めて気持ちを引き締めて速やかに復旧工事を進めていきたいと考えております。まず被災施設を原型に復旧するための工事につきましては今年度中に完成するよう取り組んでまいります。また今回の災害復旧にあたっては単に元の状況に戻すというだけではなくて、今後の災害を軽減防止するために、例えば川でいきますと河川の拡幅、あるいは堤防の増強、かさ上げ、いわゆる改良復旧工事というものをやろうとしております。これらにつきましては工事が大きくなったりするものですが、用地の買収とか必要になっているところもございまして、地域の皆さんの協力をいただきながらできるだけ早く改良復旧工事が完成するように進めていきたいと思っております。こういった取り組みによりまして、一日も早く被災地の皆さんが元の生活に戻れるように関係者一体となって全力で取り組んでいきたいと思います。県民の皆さんに対する呼びかけでございますが、言うまでもないことですが、災害というのは時、ところ、人、つまり相手を選びません。日頃の備えが大事でございます。我々はこういったハードの整備一生懸命やってまいります。合わせてソフトでいろんな情報を住民の皆様にも提供していく、そういった手立ても今講じているところでございます。県民住民の皆様にはそうした情報に接した時には速やかに行動を起こしていただく。で、その際周りの方々に声掛けをしたりしてですね、励まし合い、また助け合いながら避難をしていただく、そういったことを日頃から考えておいていただきたいと。それからいろんな非常用の災害グッズとかね、その辺の整備と、どこにそれは置いてあるとかですね、そういった身の回りの整備についてもしっかりやっていただければと思います。ILC の関係なんですが、はい、知事もテレマに行かれていろいろ視察されたと思うので、三管が連携して進めていると思いますが、はい、で昨日、市民グループが、担当課に訪れて、公開質問状という形で、リスクについて、あと経済効果も含めて、説明してもらいたいということで、はい、公開質問状を持ってこられたと思いますが、これまで県としては、推進といいますか、誘致という言葉は使ってないかもしれませんけど、推進する方向で進めていますが、そこら辺の知事について、そういう ILC を、政府に持ってくることについてのリスクとかデメリット、そういうことについてはどうお考えでしょうか。はい、市民グループの皆さんから公開質問状が出されました。今、質問の内容を精査しているところでございます。その上でお尋ねの点については、私自身は ILC 計画を実現していくためには県民の皆様、あるいは地域住民の皆様の理解と協力が不可欠であると考えております。したがってその計画を具体的に進めていく場合にはですね、その時のメリットデメリットといいますか、そういったものを
はっきりさせながら理解と協力を求めていくことが必要だというふうに思っております。それが基本であります。でセルン、先ほどお話がありましたが稼働しておりまして安全性、の問題、いわゆる安全に稼働しているという状況があるのが生じています。で今学者のグループの方々がいわゆる、立地地点について調査研究を進めておられる、いろんな角度から調査研究を進めておられるというふうに承知をしております。でその中でこれまでのそういった施設の運転状況とかというのも含めてですね、研究者の方々はILC の安全性についても十分検討されている、それから経済的な問題負担についても検討されているというふうに思っております。で研究者のそういった調査結果等も踏まえまして私どもとしても情報提供をいろんな形でやらせていただきたいというふうに考えております。でこれまで私どもでやった研究レポートもすでに出させていただいているわけでございますが、それに学者の研究の調査の結果というのが加わっていけば、それらをまた踏まえて私どもは県民住民の皆様に説明をさせていただきたいと思っております。実際、ILC についてはまだ分からないことの方が多いとは思うんですが、一つ言われている8300億と言われる建設費、国がもしくは国がきちっと手続きした場合国が半分程度持つと言われてますけど、逆に地元負担を求められたときとか、そういうことについての想定とかそういうのって考えているんでしょうか。今考えていないと言っていけませんが、今後の進展に合わせてですね、いろんなことは検討していかなければならないと思っておりますが、今この段階でどうするこうするとかいう状況ではございません。まずその学者の方々が日本で手を挙げるかどうか、挙げるとすればどこが最適地だと学者として考えるかということがまず今の作業として進められております。でそれを踏まえて今度は政府側に学者の方々が働きかけをしていくということになって、政府がどういう考え方を取りまとめ、それを国際的な条理、場でですね、このプロジェクトをどう進めていくと行こうとするのかというのは政府の方針が決まるわけです。で決まった後各国といろんな調整をしていくという中で、先ほどおっしゃいましたいわゆる建設費の負担をどうやって世界各国の中で決めていくのかということも議論になっていくわけだし、でその時に国内でどうするかという議論もその際起こってくる可能性もあると思います。そういった事態の進展に合わせて我々はいろんな形で検討を進めていくということにはなろうとは思います。ただまずはその入り口のところが今議論になっているということでございます。ありますか。九州電力さんが臨海原発の方の、新基準基準の安全審査を、申請しますけれども、立地自治体ではありませんが、福岡県の糸島とかもですね、何十キロ圏に入ったりしてます、再稼働に向けた動きが本格化すると、することになると思うんですけれども、改めて、小川知事としてはですね、九州電力および国に対してどのようなことを、求めたいか、答えいただければ。明日九州電力から玄海原子力発電所の3号機と4号機について安全審査の申請がなされる予定であるというふうに承知をしております。申請がなされた場合には原子力規制委員会で新しい規制基準というのをこの前発表されておりますので、それに基づき、しっかり審査をしていただいて国民の期待に応えてもらいたいと思います。その上で原子力発電所の再稼働にあたっては国においてこの安全性を十分確認した上で国民に対して説明を行い理解を得ていく必要があるとこのように考えておりますし、電力事業者につきましても再稼働の必要性安全性についてしっかり国民住民に説明をしていただきたいというふうに思っております。
ここがよろしいですか。じゃあどうもありがとうございます。